どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあいよいよやってまいりました、第8回ネタレッキ選手権。ネタレッキ選手権とは何か、普段誰にも注目されないカードやコンボを披露する大会でございます。すでに7回も開催されている本当に人気な企画となっております。相手の動きやねコンボを見るのが目的でございますので、勝つことが目的ではございません。デッキは視聴者さんのデッキと私のデッキ全8デッキが今大会はエントリーをしております。動画は3本になる予定でございます。最後の動画の概要欄に投票フォームを貼りますので、ぜひ気に入ったデッキにご投票をお願いいたします。デッキレシピなど知りたい方はぜひディスコードへどうぞ。それでは第7回ネタレッキ選手権デュエル、スタンバイ。さあまずは一人目のエントリー選手ご紹介していきましょう。デュー選手です、よろしくお願いします。毎回毎回ね、いつもかませ犬みたいな感じでね、一発目は私がエントリーして、ネタレキ選手権のスタートを、しているんですが、今大会もおそらくですね、天才がいろいろと生まれることでしょう。ちょっとですねコンボパーツを揃えるための、時間とかは、ちょっとですね、もしかしたら早送りとかをするかもしれませんので、ちょっとその辺ご了承いただければなと思います。このデッキ、融合カードを今手札に引いているんですが、融合カード1ミリも使えません。このデッキ1ミリたりとも融合カード使えません。お、ありがとう。で、今回の、ネタデッキ選手権 の、 相手をしていくデッキなんですが、強欲な贈り物っていうね、非常に強力なカードが実装になりましたので、これ相手に2枚引かせるっていうね、ネタデッキ選手権のためのカードなんですよこれネタデッキ選手権サポートカードなんですよ。なのでこの強欲な贈り物とか、あとカップオブエースはね、あの辺のカードを使って相手のデッキを掘らしてあげてコンボパーツを揃える、お手伝いができると。素晴らしいですね、コナミさん、ありがとう。で、今回は、相手にお願いしていることは、とりあえずですね、ちょっと一回このイルカでなんか耐久するんだけど、一回ライフなんかすげえ回復してみたいなことを言っております。いっぱいライフ回復していただいて、でこの8000という史上最強の、OCG、バリのライフ、このライフポイントをですね、私ワンターンで全て削り切っていきたいと。ちなみになんですけれども、このデッキ、ちょっと今から何が起こるかをね、見ていただきたいんですが、このデッキなんとですね、ライフがいくつあろうとも、8000とかじゃなくて普通にもう10万とか100万とかいう、ライフであろうともワンターンで削り取ります。ワンターンでどんなライフポイントであれ、100万10万1000万1億10億100億1000億1兆10兆100兆1000兆1系10系100系1000系であろうと、そのライフポイントはワンターンで全て削り取ってやる、そんなデッキとなっております。さあ、と言っている間にコンボパーツが揃ってきたので、しっかりと引いていきたいといったところ、これでですね、全部揃ったかな、これでデッキ多分もう引き切ってる感じするから、これでペッてやって、あ、オッケー、最強カード来た、でクペッてやって、さあさあさあ、とりあえずまずサイキック族を宣言していく、怪しい動きをしていく、そして王家の神殿を発動、さらにカードを1枚セットし、リバースカードオープン、ゼロ式魔導粉砕機、そして脳開発研究所を発動、さらにモンスターアイを召喚、ゼロ式魔導粉砕機の効果を発動、ゼロ式魔導粉砕機は手札のマジックカードを墓地に送り続けることによって相手に送った枚数かける500ポイントのダメージを与えることができる、手札からマジックカードがなくなってしまった。ではモンスターアイの効果を発動、モンスターアイの効果は墓地の融合魔法カードを1000ライフポイントを払うことによって回収することができる、そして脳開発研究所はサイキック族モンスターが支払うべきライフポイントをゼロにすることができる、そうこれこそ無限ゼロ式魔導粉砕バーン、ぶち殺せ、
これが最強無欠バンド。モンスターアイは DNA 改造手術の効果によってサイキック族になっている。つまりこれは融合カードを無限に墓地から回収することができるというぶっ壊れモンスターと今化している。脳開発研究所のおかげでな。いけ、これでお前のライフが一体いくつであろうとも、100万であろうとも、1000万であろうとも、一ターンで削り取る。これが遊戯王、これが遊戯王デュエルリンクス。どうやら理解したようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。操作多すぎ、このデッキ操作多すぎ。自分で作ったけどこのデッキ操作多すぎて鬱陶しいわ。くたばれ、ドラードラ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 、無限粉砕機バーン最強伝説。さあ、何をしてくるんでしょうか彼は。彼はですね、あれですね、竜の幹部会のメンバーでございまして、まあ、OCG も結構熱心にやられている選手なんですが、さあとりあえずまずは相手に2枚カードを送りつけてベベってやらせて、もうね、強欲な、贈り物っていうカードめっちゃ強いですね。めちゃくちゃ強い。サイキックリフレクター、なるほど。サイキックリフレクターも確かにシンクロ系のということは、あれかな、あのデッキってことかな。さあビーストを、手札に加えていく。さあビーストの効果でバスターモードを手札に加えていく。 OK。 でシンクロ召喚をしてシンクロモンスターを何らかのコンボパーツとして使っていくといったデッキなんでしょうか。さあカードを1枚セットしていく。結構ね、カップオブエースとね、強欲な、贈り物でね、相手のコンボパーツ揃えさせるのめちゃくちゃ介護できるから。ちなみに今、ネタレッキ界隈では、私なんて呼ばれてるかっていうと、一級介護士と呼ばれていましてですね、まあ、相手のデッキのコンボパーツを成立させることに全力を注いでいるんで、私、一級介護士と、言われています。さあ、1200ライフを回復して5200になっていく。なるほど。ドローカード。OK。で、まずは割烹ベースを発動して、これで裏をしっかりと、うますぎ。割烹ベースの使い方、うますぎ問題。さあ、相手にしっかりとカードを引かして、めちゃくちゃコンボパーツ揃ってるよ。結構、あと、もうターン4で相手も残りデッキだって8枚ぐらいになってますからね。何にもドローソース使ってないのに、このデッキ強すぎか？セット、なるほど。サイコヘルトランサーとか誰、何するんだろう、全然わからない。サイコヘルトランサー、ゾンビキャリア、何するんだこれ。よくわかんないですね。なんかモンスターゾーンはなんかちょっと開けといてあった方がいいかなっていう感じするんで、とりあえず 2体で置いときましょうか。こっちのデッキはもう完全にあれです、サンドバッグ用のデッキなんで、ちょっとあんまり気にしないで。さあ一体何をするんでしょうか。そろそろ動いてきそうなんだが、お、ゾンビキャリア、 OK。 ゾンビキャリア、はいはい。共造のスワンプマン、なるほど。共造のスワンプマンからのアンデッド族、はあ、ははあ、アンデッド族、なるほど。4にデスカイザードラゴン、はいはいはい、なるほど。デスカイザーね、結構ね、ゾンビキャリアっていうね、チューナーとアンデッド族で縛っているっていうね、ガチガチで縛りがきついモンスターですね。デスカイザードラゴンは地底の荒くねえかよっていうぐらい縛りがきついシンクロモンスターでございます。さあ、ゾンビキャリアの効果で蘇生していく、なるほど、はい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 。で、2ゾンビキャリアと、7、ハイパーサイコガンナー、はーん、なんか分かった気がするぞ。で支援の感じは、なるほど、ハイパーサイコガンナーで送りつけます。なるほどですね、ハイパーサイコガンナーは貫通するみたいなやつですよね。はい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 、貫通して、相手ライフに戦闘ダメージ、守備表示モンスター攻撃したら、貫通して回復するみたいなパターンか、はいはい。でリフレクター召喚で、リフレクターで、バスタービースト、はいはいはい、 OK。 でバスビでまずしっかりめにシンクロ召喚を行っていく。レッドデーモンズドラゴン、はい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 、いいですよ。で所有者の刻印、なるほどなるほど。でバスターモードゼロ、なるほど。さあまずデスカイザードラゴンがスラッシュバスターか、スラッシュバスター化していく。そして、バスターモードゼロの効果、墓地から除外するとバスターモードをセットできる。でこのターンそのカードは 即座に使えるとかいうカードだった気がする。さあバスターモード発動、バスターモードでレッドデーモンズドラゴンをスラッシュバスター化していく。
そしてさらにバスターボード発動、出た、全部揃った。カラーボールどこ、カラーボール、おいおいお前、おいカラーボールマジシャンどこ行った。さあお相手の方、万丈目純、なるほど万丈目純か。でお邪魔たちの故郷ってことはお邪魔デッキなんですかね。さあ強欲な贈り物、この反動は結構強いですよ。私ですね、あの一級介護士、ブーギートラップとかいうヤバすぎるカードを発見してきたんで、これ強欲なあの贈り物をあの墓地からもう一回セットし直せるっていうね、ぶち壊れカードをぶち壊れカードを発見してきましたんで、贈り物でまず相手に4枚のドローをさせながらの、ブーギートラップでさらに次の、まあ、手札が2枚になればね、これ手札2枚捨てないといけないんですけども、2枚捨てることによって贈り物をねもう一回セットし直すっていうね、激ヤバコンボを発見してきました。さあ、お邪魔たちが2体、お邪魔たちが2体墓地に送られていく。この、かけらによって、ブーギートラップ、のコストをね稼いでいくっていう、まあ、そういうギミックですね。だからこっちの介護デッキの、あやばい、ゼロになってもうた、ドロー、やばいやばいやばい、打点がゼロになってもうた。で、ゴキボール召喚していく。でこのなんかこのセットボスをなんか殴っていいらしいんで、あーなるほど、オッケーオッケー、殴っていい。さあお邪魔ブルーの効果を発動して、お邪魔カードを2枚サーチしていく。次またね、あのブーギートラップ使えるんでね、相手の、コンボパーツをなんかいっぱい揃いさせてあげるっていうことはできるんだが、さあお邪魔ブルー OK で、お邪魔デルタハリケーン、おやばいカード来たよ、やばいカード来たよ、やばすぎるカード来たよ。さあコンボパーツをしっかりと揃えていっていただきたい。さあ盤面はなかなか揃ってきたよ、お邪魔ブラックとお邪魔イエローからのお邪魔グリーン来た、お邪魔グリーンが来た、お邪魔グリーン来た、お邪魔全部揃ったぞ。むずいな、一回カップ使うか、カップ使って、これ裏とか出ないかな、表出ちゃう、なるほど。ブーギートラップ発動、ブーギートラップを発動して、でじゃあ、手札から2枚カードを墓地送って贈り物セットで、このカードはセットしたターンでも発動できるやつで、贈り物使っていく。で、贈り物使って、終了。さあ、あ、贈り物使えないかも。贈り物は使えない。あと1枚か。ちょっと微妙に、あの、掘り切らしてあげれんかったわ。さあ、次のターンにおそらくやばいことが起きるんじゃないでしょうか。さあ、活目せよ。さあ、来い。万丈目。お邪魔デルタハリケーン。なるほど。お邪魔デルタハリケーンで全てのカードを破壊されていく。これ何が起きるんだろうね。融合。はい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 。で、お邪魔キングですか、イエロー、グリーン、ブラックで来た、大先生来ました、大先生召喚ムービー見ましょう。もっこりキング来た、すげえこれもっこりしてるんだよね。はいはい、あ、かっこいい、かっこいい。お邪魔キングで、全部相手のモンスターゾーンを埋めていく。で、いけにえドール、なるほど。ジムフィード中のモンスター一体をリリースして、手札から通常可能なレベル4のモンスターを出していく。でソードハンターは、戦闘によってモンスターを破壊すると、200ポイントアップの装備カード扱いとしてこのカードに装備していく。なるほど。でお邪魔んだら、はいはい。で、ソードハンター送りつけられた、なるほど。お邪魔んだら、はい、お邪魔んだらで、お邪魔んだらは、墓地から、イエローグリーンブラックをそれぞれ一体で蘇生、強っ強っ。でツイスター、はい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 、なるほどですね。でこれは何が起きるんだ、一体全体これ何が起きるの、これ何起き、あ、遺言の仮面、なるほどね、遺言の仮面で、デッキ切れ防ぐやつかな、これもしかしたらバトルフェーズ、なるほど、はい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 、これ何が起きるの、これ何起きるやつ、これマジで分かんない、何これ、ソードハンター、はい、やばいこと起きた、リミットあります、え、どういうこと、お邪魔キング、やばい、やばいこと起きたんだけど、やばいこと起きたんだけど、ガチでやばいこと起きた、さすがにスクショ案件だわ。
これさすがにスクショ案件だわ。これやばすぎるだろ。これ何よきだよ。さあ満場面純正試合ということやば強このデッキ強。これ一生ターンエンドしてれば勝てるやん。もう日経人封じの仮面、いややりすぎだろ、やばすぎるだろ、やばすぎるだろ。フィールドバリアなこれ、あフィールド魔法守るやつか。いやこの盤面迷惑すぎー、邪魔すぎー。